来たる8月31日、私のトークライブをまたやります。今回のトークライブは、オカルト超常現象大全集。オカルトと超常現象トークライブ。来た。全部です。今までは一部二部に分かれてました。そうですな。一部が怖い話で、二部がなんか泣ける話とか、うん。はい、うん。今回は違います。うん。最初から最後まで。もう最初からもうクライマックス、オカルトと超常現象を徹底的に切る、はい、いっちゃいましょう。いきますね。いっちゃいましょう。うん、うん、で、もしかすると動画を見ながらとかいうのもできますし、はい、私の過去作品をオーディオコメンタリーみたいな、はいはいはい、まあやる可能性も若干ある、うん、はい、そして何といっても、うん、今回の一番の目玉はですね、はい、私ニコニコ動画でですね、うん、やってました。月曜日はピンポンダッシュ、はい、ここでの名物企画、はい、ムーを一緒に呼ぼう。出たムーをみんなで語ろう。みんなでムーを読もうというね、の生でやろうという。いいですね、うん、いいですね。ですからですね、はい、皆様来る時に、うん、本屋によってムーを買って、はいはい、25ページ開けてください、はい、みたいな。次のページになります。なりますという形でですね、うんうん、チュパカブラが、はい、出たと、はい、マジかよ。チュパカブラ、チュパカブラ、チュパカブラ、うん、を、はい、出たぜみたいな、はい、マジかよみたいなね、はい、そういうようなのを、はい、やる、うん、数時間っていう形でね。楽しみでございますね、はい、ということでですね、はい、皆さんぜひぜひ、うん、8月31日どんどんチケットの詳細こちらでございます。こちらでございます、まあ、チラシですけどね、はいで、はい、こちらですね。お問い合わせこちらで、はい、今回は、うん、来ないと損ですよ。はあ、そうですよ。もう毎回ですけどね。うん、でも今まではね、うん、結構実験的なトークライブだったんですよ。ああ、なるほどなるほど。うん、はいはい。笑いあり涙ありみたいな形だったんですけど、うん、はい、もう飽きてきてね。え、いや、みんな飽きないでございますよ。いやいや、もう飽きてきたなって思った以上に反響ねえしな。いやいや、そんなことはないでございますよ。っていうので、まあ、真夏ですから、はい、やっぱり怖い話をしようかなと思ったんですよ、最初。はい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 。でも、怖い話っていうのも、結構、自分の中ではもうそんなに体験してませんからね。うん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 、同じ話をしなきゃいけない。はい。同じ話をしなきゃいけないんだけれども、うん、あれ、この前聞いた時と違うよっていう可能性もあるわけですよ。なるほど。まあ、インチキだからね。そんなことはないって。作ったからね。そんなことはないから、そんなことはないよ、うん、っていう、はい、っていうような形もありまして、うんうんうん、まあまあまあ、微妙なね、細かいところは変わるんですが、うん、怖い話だけじゃ面白くないだろうと。で、オカルトをぶった切ろうと。なるほど、うん、今ちょっとあるフレーズが浮かんじゃったんですよ。何でしょうか。オカルトをぶった切る、ぶった切る横浜オンビラぶって、ねスパイ送った方がいいですよ。あ、そうです。俺ね、何人かのねオカルトのね人間はね、うん、スパイで送ってると思いますよ。あ、そうなんですかね。送ってると思う。たまに知らない人いるもん。あ、本当ですか。うん、へえ。スッと帰ってくんだよね。あ、そうなんですか。うん、え、トークショーで、うん、え、マジっすか。うん、いるいる。確かに、まあ、この頃オカルトをやらなかったからいないんですけど、うん、はい、その怖い話をやりますとか、うんうんうん、いろいろあるじゃないですか。あ、はいはいはい、ファンキーさんとやったとか、うん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 、そのいろいろね。あの時も言いました。うん、怖い話する時は大体いた。あ、マジですか。うん、あれ見たことないっていう。あ、確かに。でも見たことない人はいますよ、もうそりゃ。うん、トークショーで、うん、それだったらね、ファンの人だったら残って、うん、いや、いつも見てますとか、うん、初めて聞こえましたとか言って、声かけますよね。みんななんだけど、うん、写真撮ってくださいとかね。そうそう、必ずね、うん、でも終わったらピャッとかと。マジっすか。うん、スパイですよ。その可能性はありますね、うん、確かにね。でもね、告知番組でね、こういうトークを4週間見せられる人たちの身にもなってほしいよね、うんこれ毎回告知ですからね。これ来週もこれだから飛ばせないんだからみんなよろしく頼むぜ、よろしく頼むぜ
ダメだね俺。いやいいですよ、いいですよ、本当にあなたとやるとダメだねやっぱりね、人間がダメだ、もう本当にあの31日ですよ、やはりそうですな、うん、おーっていう、みんな待ってるぜ。土の子を本当に探しに行った男なんだもん。っていうか地方に行ってですよね、もちろんちゃんと行きましたよ。ですよね、うん、土の子が出るって、それ本当に見たいですね。カッパが出るっていうところにもカッパ探しに行きましたし、ヒバゴンも探しに行きました、はいはい、でも天狗とやってますけどねもうすでにでも天狗は神様でしょ。まあ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 、まあ、妖怪とも言われてますけども、まあ基本的に神様でしょ。神様でしょ。そうそうです、うん、だちょっとウーマーとは違うんじゃないか。まあまあ確かにね、うん、まあまあ、ウーマーとは違いますけどね。違うって、うん、未確認生物じゃないでしょあ、まあそうですね、神様に生物とか言っちゃダメでしょそれよりも本当に4週これで行くのかと。行きましょうよ、この予告で。行きましょう、行きましょう。いや俺来週変えた方がいいと思うよじゃあ来週来週で撮りますかちゃんとやりましょう、ちゃんとやりましょう。最後収録ってるからね。そうだね、一週ごと変えていこうか。そうしましょう、そうしましょう。そこはそれもそうなんだよ来週分尺バッテリーの関係で、はい、結構ぶつ切ったから、はいはい、尺が足りてるかどうか非常に不安なんだよ。なるほどなるほどなるほど。あ、でもこれ無料だからダメか、はい、まあ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 、まあ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 告知していきましょう。ありがとうございます、はい。まあ、そういうことで、皆さんお待ちしてますので、はい、ぜひ予約をお願いいたします、はい、よろしくお願いします。まあドリンクワンドリンク一杯終わるですからね、はい、あのサービスなんで、うん、もうぜひぜひお願いします、はいはい、ということで、はい、これから本編でございます。あれ今そっち歩いてたよね誰か。おー、そう、ここ初めて通るけど、ほらサブイボ出てるもん、通った瞬間に。ほう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 、なるほど、ちょっとだいぶ分かったぞ。やられた。ええ、ちょっと待って、出口どこ。まあ3周目3周目3周目ですね。先週はなんか女の幽霊見てさ、はい、そうですね、さあ今日は帰ろうかと、はい、夜中の、そうですね、3時だから、はい、夜中の3時ですよ、本当に夜中の3時帰ろうと思ったんですよ。はいはいはい。じゃああなたボソッと言ったね。ボソッと言ったね。もう一個近くにあるんだよと。それはあるから、どうせ2人で来てんだからもう一個来なさいよと、はいはい、せっかくだからねほんで、はい、場所聞いたら、はい、最初に教えててくれたら、はい、俺そのまま帰りに行ったっつう帰りに行って2週前編後編とか言って、はいはい、うまい具合にダマくらかしましたよ、見てる人。あれなんか、はい、俺が痛いとか言ってこっちに行けばみたいな、はいはい、あれね、呼ばれてるみたいな形で、はい、来週またっていうかさ、そのまま行って帰ってくればさ、はい、先週結構ストロークが長かったから、はいはいはい、結構尺いったんだよ、はい、だからここまで戻ってこないで俺は締めたんだよこれ以上いくとバランスが取れなくなっちゃうから。そうですね、番組のね、はい、確かに確かに。今1時間番組を目安に頑張ってる、はい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 、CM 入れて、はい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 、だから大体それぐらいで終わる、はいはい、あなたで締めないで、はい、まあ来週もてんちゃん出ますよ、なるほど、みたいな言いながら、はいはいはい、こう帰ってきたんですよ、うん、まあ、帰ってきたら近くですよ、まあ、ね、Google マップ先生に見せますんで、ここですよとだったらそのまま行きゃよかったじゃねえかよ俺ってまたこの道飛んのかよってまあ今回はねちょっと続きものじゃないですけど、まあ、続きものじゃないって、続きいやでもこんな近所にあるんだったらさ、はい、前回もなんか撮れたんじゃねえの。あ、違うんだ。そう、最近の話だった。最近の話です。最近の話ですから。そうか。そうそう、だからこそそういえばこういう話聞いてから、うん、あ、この機会、そういうことかということなんですよ。はい。まあね、さっきのまあ、先週の、うん、小金子屋の一本道、本当にいたからね。マジっすか。ゴルフ場のとこにいた。やっぱこっちのですゴルフ場の側ですよ、ね、のなんか柵じゃないんだけど、はい、あれの中に
こう立って俺の方見てたのよ。マジっすか。でもあんまりにもそのなんていうのかな、いるんで、はい、うわーとか、はい、じゃなくてもそのままスルーしないと、はい、っていうような好奇心で見に来てるのよ。あ、なるほどね。で帰り後ろにずっといたからね。あれ本当ですよ。まあ、前回確かもののけみたいなのがいるって言ったの。はい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 。あれはあの暗いところなんですよ。うん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 。でもあなたが言ったその明るいところ、はい、だから前回はなんだかんだ言ってあの暗いところを超えたら、はいはいはい、明るいところは、うん、要はセーフティーなんですよ。はい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 。だから俺も余裕があったから、ま、ちょうど真ん中辺ね。うん、あのタクシーで帰ってやね。はい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 。面白いぞそれは。っていうような知恵が回るんですよ。はいはい。もうあそこの道頭から最初まで絶好調。これからマジですか。え、やっぱりあの明るくなってその明るくなちょっと暗くなるあの辺ですか。からやばい。からですよね。ですよね。ほんでもうちょっと行ったところその先ですよね、うん、あ目安はね左側にね8注意みたいな看板があるんですよ。はいはいはい、はい、それが目安。あの話で聞いたことあるんですけど、うん、まあその、まあ、その幽霊なのか霊的なやつなのか分かんないですけども、あの虫に乗り移るって話ってよく聞くんですよ。知らないですか。聞いたことないですか。いやあの先週の締め、はい、俺それ初めて聞いたもん、はい、その虫にって、はい、俺の話聞いてないよね。聞いてないです。そりゃそうだな、ここにいたんだもんな、ずっとな。俺ねっていうか話さなかったもんね、はい、まさかと思ったのから、はい、言わなかったもん、はい、でもチラッと言ってるはずなんだよ、はい、あの暗いところで、はい、雲を操る、はい、そんなことあるっていうような、いやいや、はい、ないないって決めてたんだけど、はい、その要はあそこの道って、はい、なんで先週の今こう総括してるのかよく分かんないんだけど、はいはい、あそこの道って、はい、いつ行ったって雲がうわーってなるようなことなかったじゃないですか。ナイスナイスナイス。今ものすごいんですよこれ。道にも歩いてたらもう顔中に雲の巣だらけみたいになる、はい、それぐらい雲なのね、はい、ほんで行って帰ってくる時に、はい、日暮らしが急に鳴き始めた。おおおお、マジですか。そう、ほんで帰り間際に俺が言ったのが雲とか虫を操るって言ったんですよ。はい、いやそんな聞いたことないしな。はい、いやでもそういうの話があるの。あるの。あるの。そうです。虫に乗り移ってたその虫がそうだったとか。マジで。いやいや、これは本当の話です。本当に、はいはい、特に雲はもう鉄板です。マジで。これマジです。これ本当にマジです。じゃあ多分あの女が来てからだと思う。そうですよね。だって今まではあそこ行ってそんな不快な思いはしなかった。はいはいはい、はい、だからそれがいいのか悪いのかは分かるんですよ。その雲に乗り移る何かが、だから例えば雲の色ってお話あるじゃないですか、はい、あれだってお釈迦様がやっぱこう使うわけじゃないですか。雲を使うわけなんですよ、うん、だから何かしら雲ってそっちの方の生き物なんですよ。あ、そうなんですか。はい、らしいです。まあ蜂もそうです。キラビン、はい、キラビンもまあよく言われる、らしいです。そういうふうに、はい、まあ、カブトムシとかそれバッタとかそれは分かんないですけども、とにかく雲と蜂は結構あのいろいろそういう、まあ、例なのかどうか分からないですけども、あのそういったまあ、ちょっとまあそのシックスセンス的なあの話の中によく出てくるということらしいです。はい、らしいですね。そういう話をね、はい、実は8月31日、はい、お私のトークライブ、はい、またやるんですけど、とうとう8月31日来ました。8月31日、はい、タワーカンタトークライブ、トークライブ、はい、今回はですね、はい、オカルト、はい、超常現象、はい、丸々全部話します。おー、来たー。だから今の話なんてぴったりですよ。そうですよね、うん、そうですよね、っていうような形で、はい、そういうトークライブ、はい、来たよみんな。もうあのね、怖い話だけでやろうかなと思ったんだけど、はいはい、もう重複しちゃうんで、はいはいはい、重複もしちゃうんでね、はいはい、そうじゃなくて、はい、もう全部やろう。あ、いいですね、うん、で、動画も用意できたらしよう。あ、いいですね、うん、はいはいはい、っていうような話でですね、はい、ちょっと皆さん
まあ、交互期待、はい、あるんですけど、はい、ぜひこれはあの結構楽しみですね、うん、おすすめですよ、うん、そうですね、うん、8月31日そうオカルト UFO からウーマン、ああいいですね、幽霊だけじゃないですよ、はい、秘密基地あと、はい、もう私がニコニコで月曜日はピンポン出しやってた時の名物企画、はい、ムー独破出た出ましたを生でやろうじゃないかと、はい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 いいですね、ムーを、はい、みんなで読もうとあ、それは面白いですね、だから、皆さん、はい、来るときに、はい、月刊ムーを買って、ああいいですね、どんなムーを買ってきた、はい、45ページ開けてください、あ、なるほどなるほどはいはい、そういう、あ、じゃあその時に出てるムーを買ってくればいいってことですか、あ、そうです、あ、なるほどなるほど、うん、それで、みんなで、あ、面白そう、ムーを、あ、いいですねいいですね、俺が解説しようじゃないか、いいですね、あ、ムー、ちょっとムーキャップ買おうかな、若輩もムーキャップって言うよね、ムーキャップ買おうかな、ちょっと伊藤さんに、まあ、とにかく今回は、はい、今回のトークライブはですね、はい、とにかく不思議というかオカルト、はい、超常現象、はい、をとにかく、なるほど、喋るという、はい、っていう形で、来た来た来た、うん、夏ならではでございますね、夏ならではでございますよ、はい、本当に楽しみでございます、もう夏休み最後だから、そうですね、うん、確かに確かに、小学生のね、はい、お子さんを持った親御さんはぜひ、そうですね、まだ宿題をやってないなんて言ったらね、そう、簡単なトークショー行って、絵日記でも、今日は変な眼鏡をかけたおじさんと天狗が、はいはい、怖い話をしていました、はいはい、後ろにいる女の人は誰なんでしょうお前見えてんのかガチで嫌なやつですよ、ダメですよっていうような形で、そうですね、ぜひよろしくお願いします、よろしくお願いします、ということでね、はい、まあ、これが放送されてる時はもうあなたも結構気が楽になってます、まあ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 、そうです、本当大きいライブ、いや、もう大きいライブが終わってますから、あ、そうですね、もう本当に ね、8月17日やけどロックフェスタに来てくださった皆様、本当にありがとうございます、本当に、ね、またね、今度はね9月、大阪向けて Z のパンのありますので、ね、はい、その前にね、だからその前に、そうそう、その前に8月17日があったじゃないですか、はい、ね、まさか俺が出るとは、そうですな、ゲストで、そうですな、飛び入りで、ま、行きますかいや、もう、もう終わっちゃってるから、言いたいことA ちゃんからビデオレーターが来るとは、そうそうですよな、びっくりしただろう、みんなみんなびっくりしただろう、よーし、 A ちゃんがね、そうでございますよ、たやちゃん今日来らなくてごめんね俺も新しいアルバム出るからちょっとそこは忙しくてで今度やろうよで俺はてぃちゃん俺の言う通りやってるやん、あんたやだになれますよでビデオレターが来るとはね、はい、そうです、夢にも思わず、そうでございます、俺もそれ下で見て興奮しましたよ、はい、A ちゃんから来たよみたいな、はい感動しましたねそうですねっていうね、はい、という感じでございますな、あ、今何してるか知ってます僕、はい、うん、涼んでんですいやもうね、もう本当にね、もう車の中暑い、本当でございます、どうしてます、昼間、昼間は我が家の自分のその、音楽の作業部屋はもう、クーラーとか扇風機ないんで、あ、そうなの、ないです、なんで、ないんですよ、ないです、入れろよ、死ぬよいやもう本当にだからもううちは置いて、いや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 、うちは置いてやってる、いやいや、そうじゃなくて、はい、死ぬよ、もう寝室にしかないですリビングとかは、え、ないです、ないです、ないです、いや、あなたの部屋の構図が俺頭にあるけど、あるけど、あそこないですよ、だって飯食う時暑くていい、暑くない、あ、飯食うとこのあそこは、うん、扇風機が一台あります、いやいやいや、扇風機じゃダメでしょ、だって知ってる、ニュース見てるでしょ、見てます、天気予報見てます、もう無理しないでクーラー入れてくださいって言うんだよ、そうです、エアコンつけましょうって、だから寝室のクーラーをガンガンかけて、うん、ああそういうこと、ね、それでこう、まあちょこう、ああ、なるべくね、ああそれはあるね、全体的に、うん、っていうで、まあ一応扇風機2台あるんですけども、まあ寝室にもあるんですよ、クーラーと寝室、じゃあ欲しかった？何ですか？エアコン。エアコンはね、まあでもまあまあでもつけるとこがないんですよ実は。穴がないんだもんだって。え、何か？クーラーって穴が開いてないってだ。あ、違う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 。窓のここの横につけるだ。あれ？
あれあれあったらすごく良かったですねあれは良かったですね。あれどっかにあるぞ。マジですか。もしかするとえ、あれって どうすればいいんですか。置くだけなんですか。置くだけ置くだけ。マジですか。置くだけだよ。本当に置くだけ。あ、なんかこうせなんかまあまあ一応ネジで止めるよ。上を、はいはいはい、上を止めるんだけど、はい、あとはガシャンってやってなんか止める。ほんで俺の部屋はあれその横タイプ縦タイプのね、はい、エアコンってダメだったの、はい、高さが上に行かないから。なるほどなるほどなるほど、うん、だから効かないから今のエアコン買ったんですよ。そういうことなんですね。でも店長のとこだったらガシャンってやってちょうどいい感じ。ちょうどいい感じになりますよねあれどこ行ったんだろう。あります。捨てたかな。いやどうなんですかね。どっかにあるはあるかもしれない。でも確かに縦のやつねありましたね。昔あったじゃん。ありましたありました。あれ今まだついてる。この前行った時なかったね。なんか、なかったね。あれどこ行ったの。なかった自分でいやあれどまあでもまああったらいいですよ。あったらね。あったらね。あったらね。全然あったらです。で動くかどうか分かんないよ。いやもう全然まあそれは動いたのを外したんだから、はい、多分潰れてることはないと思うんだ。まあ、まあ、そうでしょうね。でも一回じゃあ店長持っていくよって言って、はいはい、まあいいや店長の家まで行って、はい、はいって書いて渡して動かなかったら、はい、処分だって言ってもちろんですもちろんです。それは全然構いません。いやでもね、はい、ないとダメだって。まあちょっとそういう暑さですね。ちょっと、うん、俺もエアコンないと絶対嫌だもん。まあ確かにそうですね、うん、いや本当に寝室しかないですね、うん、だからもうずるいんだよPL 学園のね野球部みたいなことしてんだ俺どういうことですか。あのねゴルフ場をね、はい、その手伝いに行ってるじゃないですか。はいはいはい。楽しくてしょうがないのよ。はいはい。もう写真も見ましたよ。何、うん、もうニコリしたよね。もう楽しそう。もうものすごい楽しそうじゃないですか。はいはいはい、分かります。ただね、もう狂ったような暑いんですよ。うんうん、もう暑いどころじゃないんですよ。これ死ぬなと。まあゴルフ場だから外ですからね。うん。おじいちゃんらがね、うん、ゴルフラウンドから戻ってきたら、はいはい、もう裸で帰ってくるんですよ。もう先輩が先輩がいやいやお客さんで。お客さんほんでおじいちゃんがよく着る面のあれはじゃあですか T シャツ、はい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 、T シャツっていうか、はい、あれのまま帰ってくるんですよでもゴルフ場にはドレスコードっていうのがあってあ、はい、そうですね。こらーって言えないんですよ。はい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 。死にかけてるからで40度の中行くわけ、はいはいはい、もうね気持ち的には特攻隊を送り出す将校のような気分どう考えたって片道だもんあれ。はいはい、はい、そうですな。もしくは姥捨山の気分。はい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 。もうわしらはもうあれじゃからみたいな、はい、奈良山武士工場送るみたいなねもういつもこうやってビシッと行って、はい、行ってらっしゃいって言ってバー、はい、帰ってくるんだよやっぱり死にはしない。さすがですな。そう帰ってきて必ず全員言う、はい、生きて帰ってまいりましたって言って恥ずかしながら帰ってました本当に言うんだよ。みんな言うんだよ。来ても帰ってまいりましたって言ったよ。ご苦労ってお客さんに向かってシャキッとお客さんに向かってご苦労って言って二人でゲラゲラ笑って、ね、お約束のあれがあるんだけど、はいはい、あんまりにも暑いからさ、うんうん、クラブハウスの中は冷房キンキンなんですよ。ああでしょうね、そうでしょうね。ほならね、そのクラブハウスのフロントの奥に会員の人たちのゴルフバッグを入れる場所があるんですよ、はいはいはい、あれ普段みんなやりたがらないんですよ、はい、重いでしょ、はいはい、そこまで持っていくの、はい、もう我先に行くからね涼しいからそう、それも重いとか言っていちいち置いて全然重くないですよ。さっ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 ていけるんですよ。ああ重いふうもう1メートルごとに帰ってこないと。まあそうなりますよね。そういう暑さですよ、うん、今年もね。だからさもう、うん、もう夏なんじゃなかったらいいのにね。毎回行ってますね。毎年行ってますよ監督は。本当毎年。去年はね、うん、足の骨折っちゃったから。あそうか、確かそうですね。ほとんど外出ないで、はいはいはい、もう中であ作業してた。そうかそうかそうか。あんまり去年ダメージ食らってないんですよ。はいはいはい、はい、暑いっていうイメージ。うん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 。今年はダメ。いや今年はやばいですね。もっと暑くなるんでしょ。もっと暑くなりますよ。だってもうまだだって梅雨明けたばっかですからね。もう一回梅雨来ねえかなあでも台風来てる、まあ、あれはそれんのか。そうもう全部九州に行くんですよ。そうですよね。うあれはいやもう本当にもうこの暑さ本当に皆さん気をつけてくださいね本当に。
本当お年寄りの方は特にね。いや本当そうですよ、あの頑張ってもらわないと。いや本当そうです。昔ね新助龍介はい、あの漫才で言ってましたよ、はい、お年寄りの人みんな気をつけてくださいねって言って、はい、な夏は死ねへんねんって言って。でも、ね、本当にあの二人えぐいっすよね。そうそう、夏は死なへんねん、皆さん死なへんねん。なんでかというと死んでたまるかっていうぐらいの暑さやから絶対意地でもでも秋になって涼しくなったら気が抜けて行ってまうんさって言ってその時横でおばあちゃんと一緒に見てたんだけど、はい、あのおばあちゃんがほんまやなって言ってた気合い入れなって言って本当にあの二人は本当にネタがきつい。面白いけど、いやでもね、あのもうだいぶね、はい、これねおとなしくなってるけど、はいはい、俺本当にねあの吉本 の、はい、あの記者会見シリーズ、はいはいはい、あれね天ちゃん呼び出して謝罪会見のパロディやろうかなと思ってて、ね、どうしてもやりたいネタがあって、はいはいはい、宮迫のね、はいはいはい、あれあの生っていうか生中継で見ました。あ、見ました見ました。あれ監督 どういう感じに。いやあれはもう本当に全業界人が生で見たと思いますよ。そうですよね。あれと次の日の、うん、はいはいはい、次の日かなんか何日か後 の、はいはいはい、あれは本当に見ましたね。そうですね、うん、だからもうあれどう考えてもね、うん、クーデターなんですよ。あ、そうですね、内部のクーデターなんですよ。 そうですね、はい、それの、まあ、力関係の、うん、もう裏で起こってるなんかドンパチっていう、はい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 、もうあんまり関わりたくないんだけど、はい、一応知っとかないといけないっていう部分があって、まあ、そうですな、みんな見てたと思いますよ、うんうんうん、でももうね、あの社会会見のパロディやりたかったなそうですね、まあちょっと今時期がもうずれちゃってる、ね、ずれちゃってるから面白いけどね。そうですな、乱行パーティーに行きましたでもそれ乱行ちゃうやろ病気もなってないしって言ってでも田川さん中で出してましたよ。いやでもそれ病気になってへんやろ。いや海出てましたよ。それあかんやんというので次の日会社に来ました海が出ましたってやりたかったですね。やりたかったです。リアルでワクワクします。いやいや、やりたかったもうね性病ネタでいこうと思ってもう量もやもう決まってたんです、はいはいはい、医者に行きたいって言ってるのにそれを生かせない親っていますでしょうかって言って子供が医者に行きたいって言ってるのに行ったらあかんっていう親っているんでしょうかと僕は思いましたやってもよかったかなって本当にさまあ一応まだ続いてるんですよね。まだ全然この時期はどうなんですかね。どうなんですかね。どうなんですかね。いやあそうか、うん、もうだいぶたっ、あまあそうですね。そうですからね、うん、でもまああの結果は半年後なんですよ。はいはいはい。今は誰も粛清っていうか、はい、吉本の側が、うん、あの要は報復してないんですよ。ああなるほどね。今やったらもうちょんばれじゃないですか、はい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 、例えば友近、うん、加藤、はい、なんとか春菜、はい、はいはい、うん、とかあとのぶしこぶしの、はい、吉村君、はい、とあと高俊、はい、とかあそこら辺、はい、あの時うわーって言った人間いるじゃないですか、はいはいはい、あの人間らが半年後どうなってるかですよ。あ要は加藤さん側のってことですよね、うん、そう、はいはい、あっち側の人間らが半年もしくは1年以内にテレビで見なくなったら報復されたと。なるほどなるほどなるほど。今はやらないわ。なるほどね。今はバレちゃうし、はいはいはい、うん、あれはでももう全部号令かかってると思いますよ。そうでしょうね、うん、今のよく言ってくれたら一緒にやろうなって言ってるけど、うんうん、いやもう準備できてますよ。あなるほどなるほど、うん、準備できてる、うん、もう誰が干されるかっていう、はい、だからあのもう干されないで辞めるんじゃないですかね。あなるほど離れていくんですかね。もう分かってますよ、うん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 、だから結構ねあのだ誰がそのイニシャブっていうか、はいはいはい、利権争いで戦争になったかっていうのはすごく興味あります、ね、なるほどね。いや今その芸能界というかその、まあ、中心になってそのお笑いだって吉本が今あるじゃないですか、うん、あとねジャニーズとかね、ジャニーズとかね、あれ今なんかそういう時期なんですかね、うん、だから令和って怖
怖い、ね、令和って怖いですよね、やっぱり令和の令、誰かうまいこと言ってましたよ、はい、和がゼロだから令和だって言って、ああなるほどなるほど、和がはい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 、そういう今までの工具が崩れてゼロになる、うん、和がね、あなるほどなるほど、っていうのが令和、うんうんうん、という名前ではないかと、なるほどなるほど、決して良くはない時代になるんじゃないかという人もいますね、うん、なるほどなるほど、うん、あそうか、だからそういう今まで結束っていうか、うん、それでなんとか成り立ってたんだけども、うん、どん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 それが崩れていく、なるほどね、あとね、そのなんかこう令和元年になって、その大きな事件があったじゃないですか、京都でも。ああ、ありましたね。あれはちょっとすごいですね。ただね、京都のあの事件は、はい、ここで言うと、はい、俺が終わっちゃいます。あ、マジですか。俺の考えはね、はいはい、あ、じゃあ犯人は最悪だよ。そうですよね。あ、犯人は最悪だよ。そうですよ、誤解しないでよ。そうです、あれはもう最悪最悪。そうですよね、うん、で彼がやったことっていうのは、はい、本当にもうなんていうか万死に値する。そうですよね。それぐらいの、ね、優秀なクリエイターの人を、うん、の命を奪ったっていうことは、はい、もう本当にもう許されないことなんでね。だって、うん、あそこのやられたところの会社ってあのアニメとかあのアニメでしょ。あ、春日とかですよね。もっと言っちゃえば行ったじゃないですか。そうですよね、うん、そうですよね、うん、あそこの聖地のあのラキスタの人たちですよ、はい、ですよね、うん、でもう全部その過去作品が一瞬にして もうな、もらえます。まあでもあれはなんていうの、原画とかはもうあれデータとかはないけれども、はい、元のパッケージがあるから、はいはいはい、あそうかそうか、うん、で今はもう優秀っていうか、うん、そこら辺のパッケージの素材っていうのは別でちゃんと発売元だったりそういうとこは持ってるから、なるほどなるほど、うん、それはそんなに心配しなくていい、なるほどなるほど、うん、あでもこの先例えば再放送だとか、あ全然大丈夫、あ全然大丈夫、うん、それは大丈夫です、なるほどなるほど、だからそれは大丈夫なんですが、うん、その新しい何かっていうのはもう生み出せない、あそうですね、あれ結局原因は何だったんですか、ちょっと待ってね、一回バッテリーチェンジします、はい、受け止めます、で結局あの本当のその、ね、原因というか、うん、あれは何なんですか、もうだからどうしても殺させないっていう意味で、はい、最高の医療で今やってるわけですよ、はい、あそうなんですか、うん、殺させないみたいな、はいはいはい、多分もう非常にあれだけど、はい、治しても、はい、うん、こっち関係で、あそうなんですね、うん、無罪じゃないけど、はいはい、なると結局そういう弁護士はもうそれで勝負するしかないんですよ、あそうなんですね、うん、でほぼほぼそれは受け入れられるような気がする。ああなるほどね、うん。責任能力はなかったとか、ね。はいはいはい、はい、結局そっちですか。そうそう、そっち方面だと思いますよ。だから計画性があったから、うん、その大丈夫だっていう論点と、はいはい、そのこっちはもうあれだからっていうのの戦いになって、はい、まあまた5年10年ですよ。でも34人ですよ。うん、そうそう。最終的には5になったの。5、そう、35、最終的には35か。うん、でも、なんかそんな気がしますよ。まあ5年、10年かかるっていう、はい、うん、話だと思うんだけど、前回なんか小学生かなんかうわーってやったのも、あ、はい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 、はい。あれでしょ、はい、引きこもりっていうか、そうです、そうです。その、オタ？オタの？はい。オタじゃなかったな、あれは。まあでも、でも引きこもりだったんだよね。そうです、そうです。ですだから結構そういう時代なんだよ、うん、そうなんですかね、ちょっとそういうのは最近なくなったかなと思ったんですけどね、うん、やっぱり増えると思うよこれから、うん、なんかこう令和元年になってしょっぱなやってやるぜっていうなんかそういう輩というか、うん、いるんですかね。でまたアメリカもアメリカで乱射事件がすごい増えてるんですよ、はい、そうなんですか。海外もババババババみたいな、そうなんですか。無差別な感じ、無差別な感じ、そういうのが増えてるんですよ。だから何かが狂ってるんでしょうね、はいはいはい、今の時代。え、まあ、そうしたら来年はもうオリンピックじゃないですか。あ、怖いですね。もう監督いろいろこう発言してるじゃないですか、うん、まあ、オリンピックになったらこれなんかあるぞみたいな感じで、うん、やっぱ怒るんですかね。まあ例えば俺が、まあ
ビンカンタとかね、はい、ビンカンタでも、はい、なんとかて、まあ、テロリストだったら、はいはい、もう東京なんて全然行けますよ。マジだから自分をアピールするには、はい、もう完璧ですよ東京オリンピックなんて。うん、で要は自分の組織をね、はい、その、まあ、これ知らしめるっていうか、いうにはもう東京一番いいっすよ。マジっすか。だってもう今から来りゃいいじゃないですか。あ、もうそうですよね。でしょ、うん、でどうもーみたいな話で、はい、あの勉強言うは何しに日本へみたいな感じで来て、あのアニメを勉強しに来ましたみたいな、はい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 、でもいいし、あのなんだろう、あの日本のね文化に触れてとか言ってやっとけば、はい、こっちで材料なんていくらでも手に入る。確かに。どんどん作っちゃえばいいんだもん。そうだ、なるほどね。でね、周りのね人にはどう、おはようございますみたいな感じで、はいはいはい、ね、なんか確かに町ね、町のなんかおこしっていうか祭りなんかそうですな、あいいですね、何か手伝うことありませんか、うん、みたいな話でね、ボブ、はいはい、テイラーでもなんでもいいや、はい、あいついいやつだって言って、うんうん、で1年我慢しとけばいい。そう、今頃になって、じゃあ皆さんさようなら、ありがとうございました、帰りますって言ってリックにはもう全部爆弾ね。いやいや本当にマジっすか。また来いよ、あまた来ますって言って、うんうん、って言ってそのまま会場行ってドーンと、ま、全然やれるよ。確かにそうですね、うん、別に東京オリンピックの会場じゃなくてもいいんだもん。確かに確かに、そうですね。そうでしょ、どこでもいいですからね。ほんでもう警備を完璧にって言うけど、うん、そんなこと絶対ないって。うん、うん、確かに、うん、それでも全然余裕だって、それ怒りますかね。俺だったら起こすの。マジっすか。で俺が犯人だったりしてない。いやいや、それチャレンジなんでしょ。全然外人じゃないしね。いや何いやもう、あの東京日本の今日から優しくなる。そうですか、うん、子供たちに「おっといで」って言って、いやもともと優しい、いやいや「おっといで」みたいな話で「裏あげよう」とか言ってね「ああ」とか言って、もう本当に田川のもうあんないい人はいねえみたいな。なるほどね、うん、来年からじゃあ、いや富士山に行くからって言って、もうリックが担いで、うん、で明日みんなでバーベキューでもやろうとか言って、うん、富士山行ってくるって言って、もう全部パクった。何のために、何のために、テロ起こすためで。いやこれ本当に本当に、え今冗談で言ってるけど、海外の人だけじゃないかもしれない。日本人だってもちろんいますよ、極左っていうかね。マジいるんだもん、極左だって、公安がマークしてるようなね人間とかがいるわけで。そうか、うん、だからもう誰が誰だか分かんない時代ですよ。マジで。だって今ね、俺がもし急に今この段階でだよ、はいはい、そんなことないけど、絶対ないけど、俺絶対東京オリンピックで爆弾作った、あのどっかで爆破してやろうと思ったらやれるよ多分。あ、全然取り押さえられるよ、うん、抑えられないで、うんうんうん、新宿駅ドーンやらす自信ありますよ。マジっすか。うん、だってリック抱えて、じゃあ高尾山登ってきます、うんうん、周りの近所の人もあのどうも高尾さんおはよう、どこ行くんですか、高尾さん登りに行ってきます、うん、で埼京線乗って、うんうんうん、やったリック抱えてね、あの登山の、うん、誰も俺のことなんか疑わないって。まあ確かにそうですな。そうでしょ、確かに、ね、おもむろにゴンって言って。確かにそうですね、ね、うん、っていうぐらい、ま、起こすぞって思ったら、だってまあだからそういう昔の話だと、その地下鉄サリンとかね、はいはい、ああいうことができちゃうわけですから、結局やられちゃってるじゃないですか、うん、そうでしょ、うん、あのね、安全、日本は治安最高って言うけど、うん、最高なんですよ日本は、はいはい、やっぱりね、うんうん、まあ昔ほど治安は良くないけど、うんうんうん、でもイコールものすごいカスカスってことなんですよ。なるほど、治安が良すぎちゃって、うん、そうですよね、うん、まさかがあるんですよ。確かに確かに。だってみんなそういうのがある。明日ね、うん、例えば新宿駅でそんなのが起きたとしても、うんうん、みんなまさかだと思います。そうですね、うん、確かに。それはね、地下鉄サリン事件を経験したことのある人間はみんなそう思う、うん、確かにそうですね。まさかなんですよ、うんうん、だから来年はね、はい、いやちょっといつも毎年自分が持ってるその安心よりもちょっと警戒した方がいい。俺はもうかなりの警戒心だと思う。なるほど。当然外国人の人もいっぱい来るしね、
うん、みんながみんないい人ではないし。どうなんですか、もう海外の人はもうどん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 増えてるんですかね。今日本に来てる人増えてるんですか。増えたんですよ、やっぱり来年に向けての。来年向けてるよ、もういますよね。あ、だってもうここ日本かっていう感じするじゃないですか。あ、ありますあります。うん、もうここ、うん、日本じゃないですよここ。そうですね、うん、ありますね、確かに。っていうのがあるんでね、はい、これは来年ちょっと怖いな。あ、確かに思ってますよ。あんまり東京には行かないようにする。ちょうど、もう本当1年後って感じですか、今から考えて。500日ぐらいか。500日ぐらいですか、うん、でも見たいかオリンピックなんて。いや、やっぱね、もう夏でしょ、どうせ夏。いや、もうこの暑さの中で走るんですよ。もう本当に、ね、1年前から言ってやりますよ、うん、それでね、もう来年がオリンピックだ、もう今1年前なわけじゃないですか、うん、もう暑くての冗談じゃないですよ冗談じゃないですよ、もう1年前から言ってやりますよ。あのねマラソンなんでね、はい、朝の3時ぐらいからやればいいんじゃないかって話が出てるんだって。はいはい、あ、涼しいからうちに入って、なるほど、まあ2時間何分で5時には終わろうと、はい、早朝ゴルフじゃねえんだからみたいなね3時ぐらいから始めいいんじゃないかと言うんだけど、今3時ですよ、はいはい、ね、今3時半ですよ、もうすぐ4時ですよ、はい、うん、今外の温度28度ですからねこの中走れ、アウトサイド、この中走れっつうんですよ、バカでしょ。そうですね、確かに森って本当バカだなと思いますね。あれはラグビーか。あれはラグビーです。あれはラグビー。でも東京オリンピックから絡んでますよ、あのとこ。あ、本当ですか。うん、それは。そうそう、またいろいろですね、あの人も。でもラグビーのワールドカップはちょっと見てみたいですけどね。あれは埼玉でした。ワールドカップだから日本中で。あ、日本中。うん、やります。そこそこそこ。でもあの要はニュージーランドととかね、はい、あの南アフリカ戦はもうほぼ取れないらしいですね。あ、そうなんですね、うん、でもアメリカ、ロシアとかどうでもいいのはもうガラガラらしいですよ。で、埼玉は熊谷なんですけど、はい、あのそういうカードしかないって。あ、そうなんですか。暑い、ガラガラ、もう最悪熊谷ですからね、うん、だからあれ墓っていうの見たいじゃないですか。はいはいはい、見たいですね。あ、ふんかあれ見たいな、あれまで確かに、うん、そうですね、いまいちルールわかんないしね、ラグビー、はい、あ、もう確かにそうですね、これかっこいいですけどね。まあそんな感じで、はい、さて今日の場所は、はい、今日の場所はですね、本来ならば、はい、そのまま行けばよかったんですけど、そうですね、近くに新しくできたスポットだと、はいはい、そうですね、でこれもまた女の例。そうですね、だからその先週やりましたその、小金子の一本道に出るその女性と、うん、もしかしたら同一人物なんじゃないかって噂もあるんですよ。で、というのはですね、これから監督に行ってもらうところなんでございますけども、その一本道をそのまま過ぎてもらいます。はいはい、ずっとまっすぐ行くんですよ。一本道も過ぎてずっとまっすぐ行くと、右側にですね二つ池という池があります。二つ、まあ本当にそのまま池があります。その手前側の、要は手前側の、要は道から一番近い方の池が、あ、そうです、そこに、その女性が浮いていて死んでいたという過去がありましてですね、そういう噂もありましてですね、それがもう行ったり来たりしてるという。だからその池に向かうその一本道もやばいんですよ、実は。あの道もやばいんですよ、だってそれはもう通路ですから。そらそう、もしかするとね。はい、そうです、そうです、はい。それは自殺をしたと、自殺らしいですよ。我が輩小学校の時の話なんで。え、その女の。そうです、最近の話って言って。いや、だから それは最近見た人がいるんですよ、霊を見た人がいるんです。あ、あの池で、ね、そうです。で水死体はまだまだもうだいぶ、もうそれは実際のその話はもう我が輩が小学校の話です。おお、やっとリンクした。はい、うん、ました。なので、カンタ君、二度手間だけども、本当に二度手間だよ。すみません。言ってくれりゃ、俺天才だからね。いくらでも繋げられたんだよ。そうですね。あ、ピャッピャッって帰れて、ちゃちゃっとね。もうね、前回、あ、これ長いと思ったんですよ。はいはい、ストロークが。ストローク、いやストロークというよりも結構、はい、いろいろ長いストロークでね、はいはいはい。尺十分だったんですよ。そうですね。割りたいなと思ってくれるよ、はい、そうですね、うまいうまい、
腹でも壊しとけよはい、ということで、はい、じゃあ行きたいと思います。ここから先は有料でございます。どうもお待ちしてます。